はい、ループクラウド4の解説。前回に続きまして、この下部分エディットセクションとオリジナルの素材を追加するといったところを中心に進めていきます。まず前回ベースを入れまして、こんな感じのサウンドになっています。これに対してクラップを入れたいとします。単発のサウンドを探したいので、こちらワンショットを点灯させます。その後に楽器の指定を行います。今スネア選択してみましょうか。このようにだいぶ絞り込まれます。あとはクリックしてこんな感じ視聴ができるといったところですね。これなんかいいかもしれません。もうすでにこちらダウンロードしてありますので、そのままドラッグ&ドロップで使用することができます。もしこのようにダウンロードしていないファイルでしたら、このダウンロードボタンを押すといったところは前回と同様になります。それではこちら持っていきまして、24に配置と。そうしますとこのような感じで使うことができますが、ループクラウドにはこちらパターンという便利な機能が追加されています。キック、ハット、パーカッション、クラップなどのパターンが用意されています。これを選択しますと、今ある素材を並び替えてパターンを作ってくれるという感じです。一度ループにして聞いてみましょう。こんな感じですね。この段階で左右矢印でプリセットを切り替えていくこともできると。気に入ったものが見つかりましたら、こちらプロセッシングをドラッグ&ドロップするという感じです。これで聞いてみますと、もちろんテンポにもしっかりと同期しています。またこれらパターンをカスタマイズするということもできます。例えば今この冒頭の部分、少し小さかったですね。これを編集してみましょうか。このエディットにはですね、ツールが用意されていまして、この矢印ツールを使って編集したいものを選択という感じです。見てみますとボリュームが表示されます。今マイナー 17.6 とちょっと低いので、この部分上下ドラッグするとこんな感じでボリューム変更が行えます。またこのイベントの左右ですね、ドラッグするとフェードインフェードアウトを書くこともできます。またこれを複製することもできます。2拍目の最後の16分音符、ここにも入れたいとなりましたら、まずこれを矢印ツールで短く選択して、 Mac コマンド C、 Windows コントロール C、 これでコピーになります。貼り付けたい箇所を選択して、 Mac コマンド V、 Windows コントロール V、 これでペーストが行えます。もちろんこのエディット結果は同様に持っていけるという感じですね。こんな感じです。このパターンを他の楽曲で使いたいという場合もあるかと思います。これも簡単で、この部分ですね、クリックしますと名前を付けて保存することができます。セーブしておきましょう。次回からここの部分ですね、クリックするとオリジナルのもの表示されますので、選択するだけで OK と。この際便利なのが、このパターンでですね、他のキットを聴くことができます。こんな感じですね。じゃあ次にですね、シンセサイザー入れてみましょう。今回はジャンルから選択します。エレクトロのシンセウェーブ選択してみましょう。これで聞いてみましょう。はい、ここでちょっと注意点があります。クラップのパターン選択していますので、シンセのサウンドもパターンで切られてしまってます。このパターンを解除するには、この部分リセットをクリックします。こんな感じです。はい、今ですね、しっかりとキー D で演奏されています。もちろんこのまま持っていっても使えるんですけども、もう少しエディットを行ってみましょう。先ほどのクラップと違ってちょっと小節が長いです。今1小節から5小節目となっていますね。こういった時にもう少し拡大したい、もしくは縮小して全体を見たいという場合多いかと思います。ここにズーム用意されていますので、プラスズームで拡大、マイナスズームで縮小という感じです。この左は全体を表示するというものです。このハサミを使うことでクリックで分けることができます。分けたものは矢印ツールで選択して個別に編集ということができます。切ったり移動したりの単位はですね、現在16分音符が選択されていますので、ここからですね、さらに細かく、もしくはざっくりというようなことが行えます。一番上、スナップトゥグリッドを外しますと、このグリッド感覚にですね、とらわれず、細かく編集が行えます。操作を間違ってしまったといった時は、こちら DAW でもおなじみの、コマンド Z で一つ前、そしてコマンドシフト Z で今の Undo を取り消すということができます。これはミュートツールとなりまして、クリックしますと、この部分だけが消音となります。こんな感じです。で、こちらリバース、これもよく使用すると思います。クリックすると部分的に逆再生が行えます。で、例えばこれが1小節でよければ、ハサミで切って後ろ消してしまうということもできますね。このように編集を行いましたら、プラスボタンを押してダウンロードします。ダウンロードしたファイルを持ってきますと、そして次にこれらサウンドライブラリーにオリジナルの素材を入れて管理することもできます。その方法非常に簡単で、このプラスボタンクリックしますと、どのフォルダを追加しますかと聞かれますので、目的のフォルダを選択してオープンをします。
このようにサンプルが読み込まれました。この際非常にありがたいのが、こんな感じでですね、もうすでにハット、そしてキックなどですね、自動的にタグをつけてくれると。この仕分け、手動で行うとかなり大変ですので、作業時間を大幅に短縮してくれます。サンプルの中には、入れたはいいが何もタグが付けられなかった、もしくは間違ったタグが付けられてしまったという場合の編集も行えます。そういった場合ですね、まず目的のものを選択します。この際、シフト、もしくは Mac コマンド、Windows コントロールキーを押しながら複数の変更も可能になっています。選択した後にですね、この編集ツールをクリックします。このドラムフィルというのはちょっと違いますので、これを外します。×ボタンで削除と。通常のハイハットとオープンハット、両方出ていますので、こちらも削除します。ここに対してですね、キーだったりとか楽器をですね、新たに追加することも可能です。例えばドラムの909、これをセットしますと、ハットに対してこのようなタグ付けが行われます。このタグで非常に便利な点、もう一つありまして、例えば909をクリックしますと、909とタグを付けられたサンプルが一斉に表示されるというところです。例えばハイハットクリックしますと、で909はちょっと除外したい。で、オープンハット。で、通常のハイハットはいらないみたいな。素早く絞り込んでいける。これは非常に優秀ですね。そして今回の最後に、新たにサウンドを購入して、この中で使っていくということもできます。ユーザーアイコンですね、クリックします。製品を購入するためのポイントというものを買うことができます。現在ですね、2000ポイント追加しています。ポイントを追加しましたら、こちらストアに行きます。様々なクリエイター、メーカーからですね、リリースされているサウンド集にアクセスできます。クリックをすると、どのようなものが入っているかと。そしてポイント数も確認することができます。もちろんこれはですね、こんな感じで、視聴することもできます。気に入った製品を見つけましたら、こちら、バイパックをクリックします。このように確認が出ますので、同意します。これでですね、購入の完了です。この、ショーインライブラリーというのを押しますと、今ですね、購入したものに飛ぶという感じです。購入した段階ではまだクラウド上にありますので、ハードディスクの容量は必要ありません。同様にですね、使いたいものをダウンロードして使用していくと。先ほどのこのパターン、そしてエディットも使用できますので、ぜひこのあたりも拡張して、クオリティの高い音楽作っていただけたらと思います。はい、といった形で、ループクラウド4、2回にわたって解説を行ってきました。ぜひ効率よくサンプルを管理いただけたらと思います。この動画が参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。今回もご視聴いただき、ありがとうございました。